2000曲。2000曲。到達いたしました。まあ、語り明かせば、山のようにお話が尽きないので、まあ、それはまたの機会とさせていただいて、なぜ、2000曲目、ね、配信2000回の時はね、まあ、ベタで、一人さんの、ラブ2000、私らしくないでしょう。でもそのラブ2000というのをね、歌わさせていただいて、でもまあ2000という数字ですね、数字が入っている曲タイトルで、いつもながらのベタで単純に選ばさせていただきました。でこの2000曲ね、配信の2000回ではなくてね、歌う方が2000曲目となる時に、どうしようか、考えさせてもらって、でね、まあ正直、ジュリーなのか、トシちゃんなのか、田原トシちゃんなのか、またまたロック系のだから、その、まあ、もうご存知の方はご存知ですよね。私がこの世で一番敬愛する、この世で一番、大リスペクトをしている、永遠のスーパースターで、スーパーボーカリスト、ジュリー、沢田研二さんの曲でいくのか、今言ったトシちゃんね、その、なんていうのかな、いつもの BJ 大使、こう、なんか景気よくいくのか、はたまたウィーンみたいなね、BJ どっこでいくのか、まあいろいろ考えたんですけどね、まあもう今回は出たい、単純に今はさらばと言わせないでくれ、今はさらばと言わせないでくれ、終われないじゃんそういうことです。 BJ 歌手まだまだ終わるつもりはないので、この歌を、選曲させていただきました。まあ、あと一つですね、やはりこの大和という愛を込めて、先日はね、まあ、ご存知劇場版の宇宙戦艦の大和、まあ、あれの主題歌でしたね。でまたあの当時はまだまだその有名なね、歌手の人スターがアナネーションの曲を歌うとか、そういうことを、なんて言うんですかね、考えられない内在でしたので、それを、まあ、まずジュリーが、ね、先駆けでやってくださって、みたいな。で、まあ、ジュリーのコンサートでは聴けるんですけど、なかなかね、テレビとかの方では、その作品のイメージを、なんか、ヤマトのイメージと、ジュリーのイメージをね、混同させない。ジュリーとあえて歌ってなかったです。で今なぜこういうことを言っているか、ヤマトといえばやはり松本零士さん。松本零士さんね、今年本当に残念なことを、まあ、星野かなというのかな、まあまあヤマトといえばイスカンダルだよね。でもまあ、銀河鉄道スリーネームは、また星と星のね、駅、新しい駅に向かって、まあ、涙だれだと
という年に私がこの2000曲目に来たということで、まあちょっとリンクさせていただいてね、まあなんていうのかな、そういう合わせ方よくないのかもしれないけど、まあでも私の中ではね、そういう年に、こういう場面に巡り合ったんだと捉えたら、まあ、こういう選曲もいいかなと思いました。大和より愛を込めて、 BJ より愛を込めて、多くの皆さんに、この私の歌の愛というか心が届いてくれることを願います。それは今すぐじゃなくてもいい、これから先ね、この歌唱映像が残っていく中で、まあ、どれだけの人がねこの歌唱映像を目にしてもらえるのか、私の、まあ、こんなね下手な歌でも目にしてもらえるのか、何かがあなたのここにね何か届いてくれたらなという、それも夢と希望です。そういう夢と希望を持って、今回2000曲目にこの歌を歌わさせていただきました。どうもありがとうございました。また2001曲目でお会いいたしましょう。じゃ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 、またねまたね、どうもありがとうございました。